皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋沙子です。本日は、努力しているのに集客できないと思っているあなたへ、見直すべきチェックポイントとはっていうことについてお話をしていきたいと思います。ええー、とですね、あのー、私のクライアントさんですね、えー、全員が全員現在すでにもう集客が万々歳。 で言ってる人ばかりではないんですけれども、できている可能性が高い方は非常に多いです。で、できている可能性が高いというふうに申し上げたのが、えー、っとまあ、入会時期が違うので、今まさに構築をしている最中で結果が出ていない方っていうのもいらっしゃるので、100%あの私が見ている方はあのー。 全て万々歳になっているっていうふうには言えないので、まあ、そういう言い方をしています。ただしそうですね。ええー、と1年以上続けていただいている方とかはえー、割と思ったような集客とかを手に入れている方が多いですし。あとは入会間,間際あ直後だったとしてもですね。本人の努力で。 もういきなりすぐに欲しい集客が手に入るっていう形でやられている方もいらっしゃいます。これはもうその人その人の個人のもともと持っていたバックグラウンドとか背景とかすでに持ってらっしゃる生徒数がゼロなのか100人いるのか200人いるのかの違いっていうのがあるのでそれぞれ個々の事情は違うんですけれどもまあまあ,あの基本的には えー、アドバイスをさせていただいてきちんと動いた方に関してはほぼ100%に近い状態で、えー、集客がうまくいくように回すことができているっていうのが私の今現状なんですねそれで、うん、とただしなんですが時期がずれます、えー、それこそ2週間3週間で成果が出るタイプの方と 2年かかってやっと出ている方とかもいらっしゃるので時間軸は違ったりとかしています。なのであの私は別にあの魔法使いとかではありませんので、えー、まあ。 よく、ね、勘違いをされる方私のところに行けばうまくいくんじゃないかみたいなあの依存心が強い状態で来らられても何ら変わりませんあの信じていただくのは全然構わないんですけど実践と実行が伴わない限りは成果は出ない。 なので、えー、っと今日お話ししたいのはですね一、まあ、あ人だけじゃなくてですね私のクライアントさんのところにその姿を見てその向こう側にいる方ですねあのど,どうしてそんなに集客がうまくいってるんですかみたいなそういうご質問が来るような話を私の文科生の方から何人か聞いたりとかしているんですね。要は 私のところで学んでることを、まあ、実践してるっていうのが答えにはなってしまうんですけれどもあ私がじゃないですよその方たちが答えてるらしいんですけどもそうなるとますますじゃ何をどう実践しているのかで、えー、その、まあ、知人っていうかですねその人に聞いてくる方は要は宗教がうまくいってないのでそのうまくいってる人の、まあ、状態を聞きたくて多分質問をしてると思うんですけれども。 ご本人が確実に自覚をして答えられる場合には多分答えられてると思います。これが難しいのがですね俯瞰でしにくいんですよ自分のことって私はクライアントを俯瞰した目で見るのでそういったアドバイスを。 引いた目で見てアドバイスすることできるんですけどでそれに沿って実践をしていただくっていうことができるので、まあ、その辺りがおそらく一つのポイントになってきてるんじゃないのかなと思っていて、えー、当然集客そのものに苦しんでいる方いらっしゃいますし全ての方は私のところに来なさいと言ってるわけではありません。あの来られても全部は引き受けられないので私もねはい。 ただあのヒントと考え方っていうのは伝えることができますし、えー、その、まあ、ヒントとアイディアの中には私なりきの集客のロジックというかあ組み立ての,あの、まあ、メソッドというか持論があるんですねでそれを交えてあヒント見直すべきポイントチェックポイントをですね今日はお伝えしていきたいかなというふうに思って動画を撮っています。 えまずですね、あのー、努力しているのに集客できないっていう、まあ、コメントが出る方の場合ですねまあ何個かあの要因は考えられるんですけれどもまず一番1つ目ですねチェックしなくてはいけないポイントは、えー、努力しているのにという努力が相対的に比べても努力をしている努力になっているのかっていう話が1点目です。相対的にというのは えー、他の方同じ業種業態の他の方がおそらく努力しているであろうあ量より言ってなければ世の中的には努力していることにはならないということを知るべきであるっていうことですね。といねことですね。 あの大人とかだと例えば気を使ってそうですねダイエットをねしているとするじゃないですかで前の状態を知っているあとその人がじゃあどれだけランニングをしてどれだけ食事制限をしてっていうのを知ってるとするじゃないですかでその途中経過も知った上でこれがここになっているってこのちょっとのビサですねだったとしてもえー、痩せたねとかすごいすごいとかっていうのを言えたりするんですけど子どもの目ってシビアでですねあの太ったおばちゃんとか平気で言っちゃうわけですよ。 <laughs> でその今の絵がここからここに変わってったことは評価せずにここの絵だけ見てその本人子ども本人が感じた太ったっていう価値基準で太った人とかっていうのをね言うわけですよ。で子どもはもう本当に見たままで素直に言う部分があるので綺麗なものを綺麗と本人が感じれば綺麗っていうふうに言いますし、まあ、さ今みたいにダイエットを途中努力してるのにっていうのがあっても。 まあ太ってるよねって本人が思えば子供は残酷にそういう言葉をぽっと吐いたりとかするんですねだから子供はある意味あの掛けねなしに前後の関係とか脈絡とかも考えずに見えてるものをそのまま言うっていうことはあるんですねだから集客も一緒でですねご本人が努力をしているのにっていうふうに言ったとしてもそこにあるのはできていないという事実なんですねだとすると考えるべきは自分が置かれている業種業態の まあ自分自身の優位性ですねこれはその業態の中ではうーん努力の量が当然変わるんです、えー、すごくみんながみんなが努力する業種業態の中に自分がいたら最低でも同じレベルにしないとまず同じレベルにならなくてそれ以上を頑張ろうとすると するるととやっっ抜きんんででていう感じなんで自分がいる業種業態のチェックポイントですね他の人どれぐらい頑張ってるのかなとかそういうのをまず努力っていう言葉を使う場合には比較してみた方がいいですね例えばその今はすごい SNS も流行ってますしね教室も以前に比べるとあの比較にならないほど増えているっていう状態においてえ例えば昔は。 あ2日ないしは3日にいっぺんブログ1個書けばパッと簡単に集客できたとかね1週間に1度くらい書けば集客できたっていう状態が当然その業種業態上ですね、えー、非常に教室が増えてきてしまっていたらあそれ以上に努力をしないと要は数的にですね数の問題ですけどまずは。それが 上には行かないということは目立たないということになります。あの見つけてもらうっていうことを考えて。えー 検索して探してもらって見つけてもらうということを考えた場合には、えー、初期の頃はですねそれなりの発信量がどうしても必要になってしまうのでその努力が業種業態の自分のいる業界において見合った努力をしているかっていうのがまずチェックポイントその1になりますこれは手法の問題ではなく、えー、今自分がどこにいるのかっていうところですだから業種業態をずらせばいきなり1位になったりとかだってできるんですよ業種業態をずらせばはい え私の実例で言うとですね私はあのコンサルタントになりたいっていうのは昔からでしたしかも教室の専門のです、えー、教室の先生が困っているのを知っていたからです女性のコンサルタントがいない、えー、当時はですね今はそれなりに多いですけどもそれを救うために 私はコンサルタントになると決めてまずは自分の教室を立ち上げたっていう経緯がありますでその時にじゃあ自分の教室を立ち上げた時に他の人より優位性がどういうところがあるのかっていうのは当然調べますと私は後から参入する。 人ですからね教室の先生なんて当時もう10年の方とか15年の方とかもいっぱいいる中で技術はどうやっても叶わないですだって私は会社員だった時に覚えたパンの技術っていうことになりますからねただ、あのー、あんまり稼働していないい教室の先生よりはは、えー、全然技術はあったと思います、えー、なぜならばたくさんの教室を回りたくさんのメーカーの方と話し、えー、会社員ではあったけれどもパンを 夜夜な夜な作っていたりとかして研究に研究を重ねながらパンを作るタイプの人だったからです。なので、まあ、そういう意味ではあったかもしれないでもそうすると、まあ、その業態で私がやっていく時に優位点になるのは何だったかっていうと、えー、ウェブに関する作業の、えー、優位性ですね。 それがマーケティングインターネットマーケティングの勉強をすでにしていたこと同時に Web を作っていく上で必要な、まあ、ウェブデザインですねウェブサイトを作るとか Web のバナーとかを作っていく技術とかを身につけていたこと写真 です、ね、もう写真もずっと続けていて写真を撮る技術がもともとあったことあとカラーですねそちらの方とかも勉強していたのでカラーリングとかカラーのデザインができることっていうあのパンの先生が必ずしも持っていない技術技能を持っていてでそれに加えてあと制約のスキルですねもともと営業でしたから。 でこれはあのコンピューターが苦手です、えー、ウェブサイトとか触れませんっていう人々がとても多い教室業界の中においてはものすごく有利に働くと思ったのが私が勝てると思った優位点です自分自身が。で、えー、っと私がじゃあ例えばインターネット系のところにそんな技術を持って行ったとしたら確実に埋もれる予定です。はい だから業種業態を変えるとその技術はすごく秀でたものになるけど業種業態を変えちゃうとこんな下の下のレベルのものになってしまうっていうそういうあの業種業態による違いっていうのがあるんですね教室業の方は教室業以外を見ようともしないし見ることはないのかもしれないですけれども私の業態 業種業態経験で会社員で6業種とかやってますのであの全然業界が変わると習わしが変わっちゃうし集客方法も変わるし見せ方も PR も PR 全部変わってくるんですよねそれはやっぱり面白いなと思ってもともと持っていたところなのでご自身の業種業態の中で秀でる良い点があればそこを活用する方がいいです。 でそれがないのであれば量でどうにかするしかないので他の方がどれぐらいやってるのかなっていうまず量的な問題がその努力っていう一つの,あの基準値になるというのがまずポイント1です。でポイント2がですね努力はできてる本当に数的にもやってる。えー 例えばやってるかどうか知りませんけれどもねあの YouTube とかも私も年間1,000本とかっていうのを作ったりとかブログとかも年間1,000ブログとかはあの書いてなかったですけど当時はね、まあ、400500600ブログぐらいは年間書いてるっていうペースではやってたことはありますね。なのでその量,量の問題がクリアできてるとするとですね次は2番目。 えー、努力の方向性が間違っていいるという話ですこれはん自分でで探すすの難しいんですよあの方向性っていうのはまあ,あのこう船頭さんがいてねでそれでこう行くみたいなのがあればいいんですけれども2つまたこれもポイントがあってですね努力の方向性が間違っているっていうその位置はですね あの軸になる部分の軸根底的な部分の土台を作っていなくってツールの集客に走る場合にはまず難しいです。一時うまくいくかもしれないけれども長期的にに見てうままくくいきにくい可能性があります、えー、具体的に言うとどんな集客のことかというと例えば Facebook 集客例えばブログ集客例えば YouTube 集客例えば Instagram 集客っていうこう集客をってい あのその何かのツールだけに頼った形での集客っていうのはあのうまくいく場合もありますよ短期的にはあと爆発的にうまくいっちゃう場合時流にうまく乗ってたりするとうまくいっちゃう場合とかもあるんですけれどもそのなぜそのツールを使うのかそしてその成果をどこに求めるのかを自分が分かってなくて使ってるとまあまあうまくいかないですね。Facebook、集客ででうううと、まあ、1つのの私も1000っていう数字はよく使うので まあ私でない例えば違うコンサルタントの方だとしても1,000人集めましょう友達1,000人集めましょうとかねであのコメントをいっぱいしていきましょうとかねいろいろ手法とか方法があるんですけれども私は Facebook 集客っていう ことに関してはそういう方法はお勧めしていないのですねこれはそれぞれのコンサルタントが個性があり、えー、思っているやるべき方針と方向性があって誰を選ぶかはあなたが選ぶことになりますあのその人のその集客方法が悪いとかっていうのではなくてそれでも成果は出たりしますただご本人の業種業態と あの本にあなたがやっていこうとしている内容によってはその組み合わせがうまくいかない場合があるんですよねそうするとその結果は努力の方向性が間違っているケースがあるということです必要に十分に足りている量をもしも動いていたとしたらですで今私はツールという言葉を使いましたいわゆる SNS 集客っていうものはツールを まあ切り取った形でツールをどう使ってうまく集客するかっていうことに割とフォーカスされがちな集客方法であるというふうに思っていてそれ自身を否定しているのではなく複合的的ににサブ的に使ううもののだよねっていうのが私思ってていいがが私思る立ち位置ですえ本の中でもあの私はよく書いているんですけれどもメインの軸はやはりご自身の持ち物であるホームページここを中心に 組み立てていくっていうのがやはり集客の一番早道だなっていうふうに思っているんですね早道であるけれども成果と効果が出るのが時間がかかるんですよ結構でそれをじっくり取り込むっていうケースにおいてうーん半年早くて半年倍によって1年かかる場合がありますそうするとこう 短期的な部分で集客しやすいいいいツールも当然使っててかなくてはいけなくはけのでその辺りが SNS の得意なところになります。で SNS もそれぞれに使い方と特徴があるのでそれを分かってきちんと使いこなしているかどうかっていうのも非常に大きなポイントになってきます。でじゃあなぜ私がホームページを軸にしてっていうふうに言ってるかっていうとホームページで集客をしようと考えた場合にはまずコンテンツと呼ばれる、えー、その 方自身がその方自身が持っている教室の特徴っていうのをすごくちゃんと見つめ直して、えー、表現、えー、文章写真とかで表現していかないとまあまず人には伝わらないんですね。でそれが伝わったとしてですねその内容が、えー、読んだら来たくなるような仮に内容になっていたとしてとある特定の読者さんに対して。そのページが 世の中に認知されない要は埋もれている状態だとやっぱり探してもらいにくいから探してもらえるように上に上げなきゃいけないわけですよねだからまずコンセプトないしは教室の特徴がいいものができていることが大前提でそれに加えて探してもらえる対策をしなくてはいけないいわゆるマーケティング用語でいうと SEO 対策って言われるものであったりとか、あのー、自然検索されるような対策をしなくてはいけないんですね。でそれが SNS を使うケースも多いしお金を 使うのであれば広告っていうやり方があるっていうことですだからどの道その SNS っていうのは他社が作ったものに頼ってる形になりますのでそこの会社が潰れたらどうするんですかっていう話になります一気に集客の手段がなくなっちゃうんですよね だから SNS 集客は別に補助的にに使う分には悪くないですだけれどもメインはあくまでも自力できちんとホームページでかつ自動的に探されて集客できる状態を作るこれがやはり一番いいなというふうに思っているんですね。 集客に関してはですだから今何かをやられていてすごく努力しているのに集客できてないっていう方まあホームページもおそらく集客できてないと思うんですけれども、えー、時間がかかったとしても、えー、ホームページで自動的に集まるようにちゃんと作ることができて人が集まっているのであればかなり有利に働くはずです。まずこれが第一段階ですです、えー、あと集客できない部分の、まあ もうちょっとこれは隠れた要因その3になりますけれども、えーっとまあ、ツールに頼ってるっていう部分も含めてなんですがコンセプトとか軸がはっきりしていないということと選ばれるような教室になっていないということですね要は埋もれてしまっているような状態を作っているというそもそもの軸と角の見直しが必要になるケースが多かったりしています。 えー、結局どこにでもあるものであればどこにでもあるのでどこにど,どこに行ってもいいわけですよね。大手教室っていうのはあのー、全国にある そして内容がほぼ均一みたいなところが売りになっているので転居しようと引っ越しようとまた続きが受けられるカリキュラム一緒だからみたいなのが売りになっている逆に個人の方の教室っていうのはその人自身につくケースが多いんですねつくっていうのはその人の魅力ですだから人間的な魅力だったりとか特徴があってだから通うみたいなそんな雰囲気になるケースが多い です,ね、で,ですから、あのー、よく技術にね頼った形で教室のホームページをすごい私はこういうことができますこういうレッスンもできますっていうのをすごい永遠と書く方とかもいらっしゃるんですけれどもあの今選ぶ方の目線っていうのはその人講師その人自身が魅力的かどうかっていうのもあの非常に見られているポイントになってきているのでその辺りを自覚してえー 見せているかっていうのもひ あの重要ななポイントになってくるんですねそうするとホームページもどうやって作っていったらいいのかっていうと客観的に見てこの先生に習いたいと思えるようなプロフィールになっているかとかすでに習った生徒さんたちがどれぐらい満足しているのかとかこの辺りのポイントが書かれていないとですねあの魅力を感じないいケースが多いですねですから軸がその技術だけによっても集客はできないということです現状は。ただもちろん なんとか道場みたいにとにかく技術を磨きたいっていう人ばっかり集めるって言うんだったら技術を一生懸命売りにした方がいいと思うんですけれどもねなかなかそういうわけにもいかないと思いますので、えー、自分軸ですねそのどんな特徴があってっていうコンセプトがしっかりしてない場合には、えー、そもそもいくら努力をしても集められないっていうケースがあったりしますでポイントその4ですねえー、っと 客観的に引いいいててみてくれるる目の人がいるかっていう話です、えー、客観的に引いてみてくれる目っていうのはいわゆる、えー、コンサルタントとかそういったプロでその仕事をやってる人っていうことになりますでえっ、ー、とその自分が自分で思ってる努力の方向性が違っている場合にはそれを軌道修正をしてもらうケースがありますでそれも、あのーまあ、誰を信じるかっていうところもありますよね コンサルタントっていうのはっていうことで以前にあの記事を書いたこともあるんですけれどもコンンサルタントととあななた自身いいうのは基本相性がいいか良くないかで選んだらいいいと思いますだから収益職がもしもできていないということであればどれぐらいの期間でその人についていくのを諦めるかは分かりませんけれども、えー、人自体を変えるということも選択肢の一個になってきくると思います。 自己流じゃなくてちゃんとアドバイスを受けてやっているのにその人の言ったことは全てちゃんとやっているのにうまくいってないとすると努力の方向性の見立てが違っている可能性があるのでその人が指し示す努力の方向性とあなた自身の素養素質がうまくマッチングしてない可能性があります。だから、えー、例えばその コンサルタントが他の人は上手に伸ばせるのに私のことは伸ばせないと思った場合には本人の努力ができていない場合と相性が合わない場合と2通りのパターンがありますだからあのやり切った上でダメだったなという場合にはまあ、ある程度あっさり諦めてですね相性が合ってなかったんだなっていうことで考え直すのも一つの手だしそもそも言われていることを全部やり切っていないっていう状態だったとしたらまずやることからですよねうん やりきった上でで何かうまく成果が出ないって言ったらあしょうが合わないいんだと思いますおそらく指示している指示内容とやろうとしている努力の方向が合っていないからっていうことになるのでその時にはあっさり諦めて違う手を考えるっていうのも、えー、一つの方法になります。 だから引いた目で見られる人がいない場合自己流で頑張ってやってる場合にはうまくいってるケースの場合には全然問題ないんですけどもいってない場合には改善案が見つかりませんなかなか自分で自分のことは見れないそしてかつ、えー、っと業界的にどうなんだっていう,うーんリサーチですねその調査も自分でやらないといけないのでその目が正しいかどうかっていうのは誰もチェックが入らないっていうことになりますねはい。 努力しているのにっていう枕言葉がねついて集客ができないっていうケースには、えー、出てくる言葉のポイントです。そして最後に5つ目のポイントなんですけれども、えー、集客できないというふうに思っているっていう部分で言うと、えー、勘違いというケースがあります、えー。私は制約の本っていうのも書いているんですけれども、えー、集客ができないんじゃなくて制約ができてないケースがあるんですね。 制約ができてないと例えば体験会に10人集めようが0人だった場合には本人は集客ができてないというふうに勘違いをしてしまいますだけれども制約がでできてないななだけなんですねそうすると集客のスキルと制約のスキルっていうのは違うのでそれを分けて考えることができてアドバイスをもらえる人がいれば一番ベストですねこれコンサルタントでもごっちゃになってる人とかたまにいらっしゃるので。 本当は制約が原因なのに集客と勘違いしてよよりり多いい量の集集客を集めさせううととすするるケースがある場合がああ場合ます手を入れるのは制約要は決まることの方に手を入れた方がよほど早いですね効率がいいでそのスキルっていうのは確定的に例えば1人しか来ないけど1人決めることができるスキルがあればそのスキルを磨いていくことで2人来て2人決められるようになって10人来たら10人決められるようになるんですよね。 でこれが10人来て1人しか来ないよねっていう人に対してこっちの制約のスキルを磨かないで100人じゃあ呼びましょうかそしたら10人決まりますよねっていうそういう方向にアドバイスが入る場合があるんですけれども確率論から言えば合ってます0.10%の確率なのででも100人集める方が1人で1人を決めることより難しかったりする場合があるんですよ。あの時間もかかりますしね であればその人が行うべき手法は集客のスキルではなく制約のスキルを磨くことっていうあのこれもまあ努力のしどころが違ってるっていうことになっちゃうんですけどねだ、はいたい、まあ、この5つが多いかな。 はいあのー、努力しているのに集客ができないっていうふうに言ってる方はですねなので、まあ、今の5つ全部当てはまってる人ももしやいるかもしれないしどれか1個当てはまっちゃった場合にあ自分はそうだったのかなるほどっていうことで、まあ、改善していっていただくヒントになればいいのかなっていうふうに思いますので自分のね胸に手を当ててどこが自分ができてできてないかっていうのは確認していただくとよろしいんじゃないかなっていうふうに思いますので頑張ってみてください。 それでは。